もう 21SS の商品かなり今ね目白押しになっているところですけれども、はい、今日何行きましょう。今日は僕の大好きなの、はい、フミとガンベさん。どうもこんにちは、ミッドエス東京店の市場です。ミッドエス東京店斉田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやもうね、あの各店いろいろブログじゃない動画いっぱい上げてますけど、もう 21SS の商品かなり今ね目白押しになっているところですけれども、はい、今日何行きましょう。今日は僕の大好きなの、はい、スミとガンベさん。おガンベついに入ってきた。来ました。おいを紹介させていただいて。なるほどね、はい、ついにようやく結構待ち望んだ方も、ね、かなり多いと思いますので、じゃあ、はい、今日はちょっと巌流の 21SS のファーストデリバリーですね、はい、にフォーカスを当てていきながらいきたいと思います。こちら今日もお願いします。お願いします。で、フミと巌流 21SS もう来ちゃってますけども、ちょっと今回どんな感じ、はい、今回のテーマはフリーアクセス。フリーアクセス、はい、っていうテーマで、はい、インドアとアウトドアの、インドアアウトドア、はい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 、の境界線をこうなくすっていう。ああ、なるほどね。展開されてる。ちょっとコロナ禍っぽい感じ。今っぽい。なるほどなるほど。だから結構、まあ、いつも以上にちょっとリラックス系の素材使いだったりとか、ちょっと、まあ、パターンというかアイテムが多いという感じなんですね。はい。室内で座ったりする時もかなり立ちやすい。ああ、まあ今それ結構重要なポイントですよね。でもちょっと早速ですけども、着てテンション上がっちゃってますから、そのまま紹介しちゃいましょうか。そうですね。はい。なるほど。はい。じゃあまずは。僕からです。はい、斉田さんから、はい、僕は一応こう、うん、今着ているのジャケットがフラッテッドジャケットはいっていうジャケットに、はい、セットアップですね。セットアップで、はい、同素材で、でパンツはもうサルエルのスラックス。のこのスラックスの、今回めっちゃいいやん。このすごい楽ちんというか楽で着れるセットアップですね。家とかでもほぼ着れそうな感じの。はい、あ。でも前回の AW の時はもうちょっとこう、はい、テロッとした落ちる感じのジャケットで、うん、そうだね。ボックスシルエットだったので、うんうん、割と僕全然似合わなかったんですけど。なるほどなるほど。今回はでもウールにポリコンかなのツイルの素材だね。なのでちょっとまあ。光沢、表情的にも光沢もありつつ張りがあるんで結構形が残りやすいので、すごい綺麗だねやっぱね。綺麗です、はい、でちょっとせっかくなんで回ってもらって、やっぱ巌流さんなのでこのやっぱ後ろですよね、フラッテッドジャケットって呼ばれる、平坦なジャケットって呼ばれるぐらいこう A ラインにもともと後ろ身頃がなるっていうのがやっぱこうすごい特徴的で、前下がりのデザインですね。はい、なので、うん、結構ね今回3つボタンでちょっとあの V ラインも上目に来てるんだけど、クラシックだけどこうバッと A ラインに広がるので、やっぱ巌流らしい綺麗なあの表情だけどリラックスっていうのがすごい体感できる1枚じゃないですか。今回この素材めっちゃ好きだな僕。いいですよね、うん、すごい似合ってる似合ってる。本当ですか、うん、本当に似合ってる。でそれの同じセットアップですね、はい、のパンツ、これももうね、あのご存知の方もすごい多いと思います。前々回かな、普通にインディゴの、ね、デニムとかでやってた多分シリーズの、これも、ウールにちょっとポリコンの素材、ツイルの素材でやってるウールスラックスってやつですね、はい、これもねこう僕は、一応これベージュとブラックの2色展開ですね。ベージュもすごいねイケてるけど、はい、ブラックもまたね、なんかいい感じだね、この感じで、ね、ちょっとモードな感じかなり。そうだね、同じやっぱセットアップだけど、やっぱりこうあの肩の部分からの A ラインでそのままサルエルになる、すごいやっぱバランスがやっぱ巌流らしいかなっていう感じですね。はい、ジャケットもベージュもあるんで、はい、あ、そうです、セットアップでどちらとも、ベージュとブラックの2色展開ですね。これサイズは、これ僕でサイズ2ですかね。ジャケット2で、パンツも2を履いてます。はい、1,2 の展開でしたっけ。1,2 の展開です。はい、で、2を履いてる。僕、身長が174センチぐらいで、はい、2の方がこう、丈感がちょうどいいですね。なるほどね。1だともうちょっと丈上がるんで、2でちょうどいいぐらいです。はい、なるほど。じゃあちょっと、いいですか、そろそろ僕も。はい、お待たせいたしました。一番さ、今季一押し。あ、一押し。早く戻りました、早く戻りました。ヴィンテージモダンジャケットですね。はい、これ見て、この淡い青磁色っていうのかな、ちょっと淡いグリーンのねトーンの、ヴィンテージモダン、何がそあのヴィンテージモダンなのか、なんかちょっと昔のちょっと80年代とか70年代とか、ちょっとオートクチュールじゃないですけど、ちょっとレディースのそういうあのこういうスタンドカラーのジャケットから多分着想を得てるらしいんですけど、そういうまあヴィンテージな形をもう
あれですね、今回このテックフリースって呼ばれる、まあ、いろんなアイテムで使われている素材なんですけど、ちょっとボンディング系の素材ですね。あの楽な着心地で張り感があるっていう、まあ、これもちょっと巌流得意な素材なんですけど、そこに落とし込んだジャケット、はい、で見て見てこのパターンの作り方、普通のこう、まあ、ラグランとも違うしセットインとも違うっていう、もうこのまずパターンがやっぱ超面白くて、でこのね、あの身幅に対してこの袖の長さ、はい、これもでも結構ね、前々回もう結構巌流の中だと結構定着しているようなシルエットなんですよ、これが A ラインの、はい、で今季はジャケット系はこう袖の縁が広いっていうのと、そうですね、なので結構ね、レイヤードしやすいので、結構パーカーだったり何でもニットとかもいけるし、でそうだね、やっぱこのスタンドからもうめっちゃ綺麗でしょ、この形超最高なんだけど。ジョースさんめちゃくちゃ似合ってます。欲しいんだけどマジでこれすごいですね。あ、これまた始まりましたね。はい、ね、動画のパンツ以来の。そう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 。お客さんを買うとか。買う先です。まあまあまあ、まあ、でもアイテム的にで、しかもこれこのセージ色とブラックの2色展開になってまして、まあ、やっぱでもね、こうルックだとはブラックの方逆に使われてたりするんですけど、このセージの色すっげーいいね。ちょっともう早いんですけど、次の今秋冬ももうコレクションやってるじゃない。でもなんかこうグリーンのちょっと流れっていうのはあるんで、やっぱここら辺の色のチョイスとかは巌流さんやっぱセンスあるな、早いなっていう感じのアイテムです。でそれでまあ中に一応合わせてるのがこのね、中がこうオレンジとかでいいですね、これね、いいですね、はい。でさっきも言ったみたいにセットアップでも使えるウールスラックスですね。僕はベージュの方を履いてみました。今回、まあ、この春夏なんでこうちょっと淡いトーンです。グリーンからの、まあ、ライトブルーのベージュっていう、まあ、こういう黄金のちょっと合わせ方もすごくいいかなと思います。でこれがプリーツシャツですね。これもね、巌流さんの中で、まあ、やっぱもともとね大きいあそこのメゾンブランドにいらっしゃった方なので、やっぱシャツってすごいうまいんですけど、その方が作る、はい、一瞬ね、まあ、なんてことはないあの前身頃のシャツなんですけど、こう後ろがですね、これちょっとプリーツがこう入ることによって、これもあのジャケットと一緒でこう後ろ身頃の分量感が多いので A ラインになっています。はい、巌流もやっぱあのシャツもすごいやっぱね、いつも人気ですよね、前回のね秋冬とか。シャツが綺麗ですもんね。そうですね、はい、なので結構こういうこなし感のあるデザインで、はい、合わせれます。もう全部 D 最高です。はい、じゃあサイズいくつ着てらっしゃるんですか。はい、シャツがこれが今僕でサイズ D ですね。2、3の展開ですかね。はい、1、2ですね。あ、1、2ですか。じゃあこれで、緩い方か。でも僕170だけど、まあ、ちょっと肩があるんで、まあ別にこれでいいかなっていう感じで、まあもうちょいコンパクトに着たい人だったら1でもいい。あえて1にされて、そうですね、こうちょっと本当に A ラインのシルエット感じ、はい、ですね。でパンツの方もこれ、2でした。はい、2ですか。はい、まあ、まあどっちにしろこうキュッとこう縛っちゃうので、まあまあサイズ感はどっちでも、あとはそうですね、まあちょっともうちょいモデルさんみたいなのはこんなのになるけど、僕らが履くともう普通にフルレングスっていう感じで、まあでもこれはフルレングスでもかっこいいよね、全然ね。僕らね、短足こんなんで、こんなんで、いやいや、モデルさんすごいそうですね、感じがだけど、僕らあのリアルな日本人履くと、あ、僕らじゃあ次のおすすめいっちゃっていいですか。はい、で、あの、はい、シャツつながりでもう一個ちょっと極上シャツちょっと紹介させてください。あのこれがじゃーん、これですね、モッツシャツですね。全然先ほどバランスがまず違います。全然これももうルックで結構ね、すごいいい笑顔、いやもうめっちゃテンション上がってるの、テンション上がっちゃう、すごいね、これ実物。あの前回のそれこそさっき斉田君が言ったみたいに、まあ、モッツの流れってこう巌流さんの中であったじゃないですか、ジャケットの流れで、でそう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 、あれをまあシャツに落とし込んだアイテムなんですけど、ちゃんとねこのなんていうんですか、まあ、もちろんドローコードがついてるのは当たり前なんですけど、こういうこうちょっと袖にこう対してのこのカフスのこのギュッとする絞りの感じで、ここのねたまり感すごくいいし、これねちょっとわかるかな、こうちゃんとね、あのアクションプリーツとかもついてて、ちゃんと、はい、モッツっぽいディテールになってるんですよね。これかわいい、やばい、アウターっぽい見た目。そうですね、もう本当にまさにもうこの、ね、綺麗なブロードのシャツで作るアウターみたいな感じで、うわこれ洒落てるね、
シャレてるわ。はい、あ。そうですね。で一応このストライプと多分第2便とかでかな、まあ、白とかも多分入ってくると思うんですけど、まあ、まずはこのストライプが入ってます。はい。でこれ1、2のサイズ展開で僕で2できてます。もうこれはもうでももうサイズ合ってないようなものだと思います。もうはい。ここでこうギュッと絞っていただいて、はい、これめっちゃ好きな方多いんじゃないかな。こうね、ウエストマーク絞りつけてもいいしみたいな。で、あとさっきねちょっと紹介し忘れてたんですけど、じゃあこれ気になってる人多いかなと思うんですけど、これあれなんですよ。この今回なんか全部オーガニック系の素材使ってるんです。今やっぱサスティナブルじゃないですか。はい、でこれはこのがついてるやつは全部リサイクル素材を使ってる、環境にいいよっていう、まあそういうところもやっぱガンビルさんすごい、ね、考えて見えるので、はい、家でもストレスフリー、外でもそのままいける、で環境にもいい、最高じゃないですか、最高じゃないですかっていう一品でございます。いいですね。はい、であともう2品ほどちょっと、ね、はい、いっちゃいましょうか。はい、じゃあ少々お待ちください。はい、で、続いてご紹介するのはこちらですね。こちらです。はい、がベンチレーションパーカーとリビルドトラックサルエルパンツですねになります、はい、まあまあこれもあれだね、やっぱね、もうこのシリーズはまあやっぱちょっともうファーストコレクションの方からこうやってたような、まあその進化したね、テックフリースの素材を使ったなんかこう巌流らしいこうあれですね、ベンチレーションでこう A ラインになるようなバランスですね、のパーカーですね。なんかこれもね、ちょっとやっぱ気の利いた、ちょっと羽織としても使えるようなアイテムですよね。かなりリラックスしてる、はい、そうですね、そうですね、これこそそれこそさっき言ったあれじゃないですか、コレクションの内容のこう対岸したフリーアクセス、はい、うん、そうですね、のアイテムかなと思います。でこれも同じようなサルエルのパンツなんですけど、やっぱりこれのね、やっぱ特徴としては今回こういう下がこう絞ってあるんですよね。かなり絞りが効いてますね。本当にサルエルも綺麗です。そう、このシリーズがちょっと次ラインのジャージーとかも出てくるんですけど、そうそうそう、このパンツが結構ね、今回多分新型としてすごく注目されてるアイテムかなと思いますね。はい、いいじゃん、まあ、セットアップでもね、まあ、もちろんね、いけるし、なんかね、こうこなしてるよね、結構ね、ここまでかもう僕の中ではミソだと思います。まあそうだね、この竹感短いのに対して、そうだね、サルエルのこの方シールとタイトリーな、そうだよね、はい、僕のところ着ると本当ルームウェア感するんですよ、こんな感じなんですけど、これは開けることによってだいぶ、そうだね、だいぶちょっとこう抜け感が出るので、はい、かなり使いやすいアイテムかなと思いますね。パンツもね、おすすめですね。はい、で、あと最後ですね、僕が今ちょうど履いてるのが、こちらは変形のデニムといえばガンリューみたいな、昔からありますけど、まあ、サルエルしかりっていう感じなんですけど、今回の、新型のパンツですね。はい、これはまあちょっとこう、まとみ髪がこう長くて、ここのウエストがこうギャザーになってるんですけど、これはですね、ちょっとだいぶ、そう、これぐらいのこう、もうウエストかなり緩い感じです。で、フックとかだとサスペンダーと合わせたかな。サスペンダーでこう垂らして、こう綺麗に釣ってる感じですね。そうですよね。のアイテムですけど、まあ、中にこうドローコードがついてるんで、こうギュッとしちゃうとこうギャザーが入って、また新しい形の、はい、でこれもね、ちょっとこうテーパードのパンツで、ここのね、ファイブポケットのポケットめっちゃでかいんですよ。はい、なんかここら辺もね、なんかこうちょっとこなし感があると巌流らしい感じで、まあちょっとね、巌流のパンツは結構デニム皆さん何本もお持ちの方多いと思うんですけど、ちょっと新型今回はこの形が一等アイテムですので、ちょっとここら辺はチャレンジしていただくといいかなと思います。はい、はい、じゃあいかがだったでしょうか。めちゃくちゃ良すぎて、良すぎた、はい、買うわ。これどうする？これめっちゃイケてるんで、まあ、ちょっと僕セットアップ行きたいなって。ああ、なるほどね。まあ、ちょっと今週末から発売ですので、ちょっと、ね、それで残ってたからね、僕はね。残っちゃったらもう買います。そうですっていう感じで。早めの勝ちなんで。そうですね。はい。まあね、ちょっと今日はね、久しぶりの入荷動画っていう感じだったんですけども、今ね、こう、ちょっと僕、ちょっとショーに潜入したりだとか、まあ、いろいろ解説だったり、まあ、いろんなね、動画、ちょっとこれからも引き続き、ちょっと上げていきますので、はい、ぜひ、合わせて見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい。あと、まあ、チャンネル登録と、はい、いいねも。そうですね、引き続き、はい。はい。お願いします。全部コメント読んでます。全部読んでますよね。はい。いいねもしてますもんね。そうですね。コメントいいねもしてますよね。と、はい、いう感じですので、はい、ぜひ、また、
ね、見ていただきたいと思います。じゃあ今日は、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。